自らが本戦の相手を決める。お前やろうじゃあ。いいよ。オーディション参加者は見られていることを知らない。次のターゲットは横二人いなくなりましたね。確かに。でもバチバチ喧嘩しよったよ。どんな感じで？来た来た。いやもう返していいよ。まあ、ここまで待ってたからちょっとだけ見てあげます。愛知の恥知らずの遠山です。まあとりあえず恥をかいてきました。たくさんの例えばまあなんなんこいつ時間の無駄でしょ。いやもうマジでいいっすよ返して。はい。海の救助員やどこにいなかもんだよこいつ、はあ、結局俺の会は色もんか。埼玉県出身の大本雅って言います。ブレイキングダウンできっと何か自分がやりたいなりたいことをやりたいことを多分見つかると思うから、うん、きっと見していこうって思って応募させていただきました。わかりました、ありがとうございます。何も感じない。マジで時間の無駄。俺本当にこれマジ微妙なやつらしかいなかったらやんないからね。俺帰るよもうすぐ。わかりました。全然そこは。ウリタジュリアです。前回のオーディションで議員蹴り飛ばしたりとかオラついてんけど、やっぱ試合に出られなくて、ひな壇の中で一番目立ってるやつで、まあ勝てんの、アンパイに勝てんのはこう見ようかなと思って。めちゃくちゃカメラ目線やな。因縁いっぱいあるんですけど、まあプライベートの話を言うと、この前あいつ大阪でなんか米米キッチンみたいなやつをやってたんですよ、うん、その米米キッチンに俺が5年間好きやった元カノが遊びに行ってて米の子かっこいいわっつって、あんなかっこよくないやんけみたいな、弱いしっていう因縁もまたできましたね。だからやろうやって感じっす。因縁つけてるだけじゃないかよ。もう瓜田さんの息子だからなんか出れてるだけでしょ。裏ルートやん。裏ルートで通ったんですか。やっぱりお父さんに口聞いてもらってオーディション参加してるとかってあるんですか。いやなんかそれめっちゃ言われるんですけど、俺もそれ聞いたんですよ。そのもしかしてそのなんかコネとかでやってくれたんですかって言ったら、いやそんな俺一切しないよみたいな。絶対そうやん。たとえ純志くんがおらんくても俺は出れると思ってるから、そこは関係ないと思ってます。でも、ウリタさん今回審査員は審査員ですよね。ああ確かに審査員じゃん。確かに今日ウリタさん審査員でしょ。絶対売られるでしょ。俳優兼、SNS 総フォロワー数120万超えの、金持ち一家の西田和正です。誰が置いてる120万のフォロワー。誰も知らねえよ俺こいつのことなんか。あのブレイキングダウンを見てちょっと俺もこれ出てみたいなと思って、見てるうちにちょっと今回名前挙げさせてもらったんですけど、米を最初見た時すごくなんか勢いあるやつだなと思ってたんですけど、ここ最近なんか勢いが弱くなったっつうか天狗になったっつうか、まあ底辺ですよね。勢いないらしいよ。いやもう喧嘩しかしたことないです。まあ、これだったら全然やらなくても楽勝に勝てると思ってるんで。あ、米を相手だったら、米を相手だったら一回行くか。よし、でも格闘技でも俺の方が上で、 SNS 系でも俺の方が上、顔面も俺の方が上。もうこいつもう可哀想で仕方ない。意外ならしいじゃん。おお、勢いなくなってきたね。勢いないらしいの。勢いなくなってきたね。あ？勢いがなくなってきた。ガキはお前だよ。お前ガキはお前だろうが。あ？ストップストップストップ。あ、これ出せ出せ。お、負けてんじゃねえかこれ。あ？
上等じゃねえだろ、こんなやるら。おい、やったろか、こんなやるら。何笑ってんの、こんなやるら。なんかで勝ってみろよ。やったろってめえ、おい。演技頑張ったな、おい。演技じゃねえよ、ガチで。演技頑張ったな、おい。お前だろ、演技してんの。おい、頑張ったろ。なんてやったな、これ。何をやるんだよ、やったな、お前。何をやるんだよ、こんなやるら。やったな、俺だけ。殺すぞ、てめえ。この野郎。やってくれたな、お前。てめえだからな、お前覚えとけ。覚えとけ、お前、この野郎。ちょっと一回ストップしましょう。はい。いや、もうちょっと許せんぞ、あいつ。なあ、殺せよ、もうマジ、あいつやりたくなってきたな。けど、俺はここで自分は見失わず、強いやつとやること決めたんで。田畑もんです。田畑さん、はい。目パキってんな、こいつ。まあもう覚悟決めて総合格闘技やりに来たんで、ここにぶちかましてやろうかなって。いいよ。50555のベルトのセレクションマッチで相手の足折り行ってぶち切れられて、その後なんか運営に反省文書けとか言われて、でもそこで断って出なかったんですけど、トーナメント。気合入ってんね。で、米を、うん、まあ、弱すぎて相手にならないと30秒で十分うん、まあ総合格闘技でやらせてもらえば、うん、あいつやりたいっつってたし、ディープでちょうどいいんじゃないかなって。いいね、総合でもまあいいかも。いやいや、もう救急車用意してもらわないとあんなやつ多分相手にならないと思う。こいつ合いますわ。合います、これ。お前ちょっと辛かせや。やるしかないね。俺今お前と一番やりてんだよ。だよね。他の芋軍団見てるさ。でしょ、うん、誰も輝いてないしさ。でしょ。くだらないことしないでやろうよ、もう。ねえ、ごちゃごちゃやる必要ないじゃん、こういうとこで。で、総合でやりたいんでしょ。できる。俺はさ、ディープで今後出てきたいと思ってるし、うん、総合でやるのは別にいいんだけど、うん、MMA が1分の中で、うん、どうやったって面白くなんないんだよ。今まで1分のさ、はいはいはい、いろんなグラッパーで出てたけど、うん、何の面白い試合も起きてないんだよ。いやいや、俺1分で全部決めてんだよね、勝ってる試合。ガチでやるよ。今日？うん。いや、全然やるよ。できんの？まあ、見てもらえばいいんじゃない。まあ、ただ俺殴り合いしてるとこ見たいの。MMA できないな、ディープは。ディープは MMA だよ。で、ブレイキングタイムじゃん。まあいいよ、じゃあキックでやるか、2限だったら。できんだ。うん、いいよ、2限なら。何で決めてほしいんだよ。ほんでやるろ、てめえ。お前や。あ、お前やり逃げしてやがって、この野郎。なんだ、あ、なんだ、お前やり逃げしてったな、この野郎。てめえが肘打ちしてきたんだろ。お前だろが矢先にやってきたのよ。 あ、逃げやがって。松田さんできる、うん、なあ、お前スパリングできるの。そう、できんの。やってやるよ、じゃあ。じゃあいいじゃん、やるよ。まあ、普通にバチバチの殴り合いが今回の試合見れると思うんで、一人は、プロで、一人はもう一人ムカついてたんで、負けろって思ってますけど。下がる、下がる。はい、両選手前に来るぞ。はい、レッドアクション、レッドアクション。一緒に攻撃しない。殴れよ、お前。殴れ。ブレイク。ブレイク。キックルールだ。はい、立って。キックルールだね。はい。終了。
まんねえ試合してんのよ、やれよ。レッドアクション。はい、そこで。何お前、めちゃめちゃつまんねえじゃん。死ねえよ。いいよ、終わり終わり。いいよ、マジで。終わり？いいよ、お前ら、つまんないから、帰っていいよ。いいよ、やる。お前の方がやる。いいよ、帰って。俺じゃねえのかよ。コメオが試合を止め、突如握手したこの男。輝いてる選手たちいっぱいいるじゃないですか。だから俺はああなりてえ、俺もああなりてえっていう、すごい影響力あると思うんですよ、あの人たち。だからあの人たちをぶっ倒して俺もそういう人間になりたいです。他じゃダメなんですよ。ブレイキングダンジョンじゃめっちゃ熱い。好きだな。いやでも俺もめちゃめちゃ興味あります。バチバチに殴り合った。待て、あ、いや。しかし、誰とやるか決めました。小川、来いよ。選ばれたのは別の男だった。俺ここでカズキングさっきさ、あんだけ思いさ、自分の思い語ってて、その思い俺も伝わってらしたで、やりたい相手もともといたかもしんないけど、即させねえし、俺もバチバチ気合入れて今回これからやっていくんで、いい試合したいと思います。時止まりました。これ今ぶっ倒れて夢なんじゃねえかなってちょっとマジで思ってたっす。37歳、夢まだまだ諦めてないんで、小宮選手リスペクトも込めて、本戦バチバチぶっ倒してやるから覚悟しとけ。レジェンドとしてどうしたんすか。受ける。エピカンキャラクターショーケンカドレジェンドも続々とケンカドに登場ですね。あのレジェンド、ジェロム・レバンナとアーネスト・ホーストがついに参戦。最高レアのレジェンドを手に入れられるのは今だけ。じゃあ次のグループお願いします。おい、これちょっとお前デブと激しくおらへんやんけ。お前いい顔してるの。グループ間違えてよ、俺だけ。すごいな、これ。お前ケンカやろ、お前どこ行くの。どうしたお前。あんま調子こくないよ、ほら。こすぞ。あ？すごいよ、ほら。こすぞ、お前。疲れちゃうわ、年か。自己紹介とお願いします。TikToker のアタクトです。本当は松井健とは戦いたくなくて、で、本当に戦いたい人がいて、ね、土屋がね、やっぱり TikToker だから、ね、TikToker がこう舐められてるっていうか、ブレイキングダウンでなんかね、しょうもない結果しか出してないから。で、この間ね、なんかボコボコしてたじゃん。だからちょっとあんたとやりたくて。だね。いい？いいならやろう。ガチで。その孫じゃなくて。さして。リベンジさして。ガチで。ほんと。こいつ座らせてもらっていいですか？なんで？やるよ。やるよ。なあ、やるよ。なあ、やれ。すげえ、座ってください。ね、何もう次、もう次。はい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 、うるさいうるさいうるさい。やらないの、本当に。なあ、ずっと目合ってるけど。しつこいぞ。うん、お前強いの。強いの、やってみるの分かんねえ。まあちょっと考えます。何考えるっすよ。ムカつくな、ちょっとムカついてるんで。ボーイ。じゃあ次の方お願いします。はい、ラオスという国から来ました、あのラオス西田と言います。あのノンタイトルという番組で、あの朝倉未来さんと光さんにあの投資をいただいて、あの会社を立ち上げて、あのバチバチのビジネスを今やってます。で、あの僕あのちょっと
あのプレゼント買ってきました。ぜひ似合うと思うんで。おい、殺すぞ。こいこい、ミクルさんとは水草を売るぞ、ここに。おい、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 じゃあ次の方お願いします。のっこのおっさんよ。お前さ、前回あったね。前回もされた。お前謝ってやろ。お前、もう一回しまがれたいんだ。お前やるか。もう一回しまがれたいんだ。やべ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 。こら、先に手出しておめえだろ、こら。終わっとんのか。ねえ、なんやねんちゃうわ。俺とやるんか。はぁ、ちゃんとルールあるならやるんか、俺と。お前なんかやるか、ボケ。なんでや、理由言え。はぁ、理由弱いから。オッケー、じゃあ座りましょうか。一回席してください。一回席で、うん、お前、豚キムチが、お前。じゃあ次のグループで。あ、次のグループで2人スパーリングして1人決めるんで、その勝者と2人がスパーリングしてもらって、勝った方本戦で組もうかなと思ってるんで、準備してもらいます。はい、次の方お願いします。はい、ネットフリックスのサンクチュアリ聖域というドラマに、バガリという悪役で、出演しました岩本俊介と申します。サンクチュアリ聖域見られた方いらっしゃいますか。あ、結構ミクルさん、ミクルさん見られました。はい、ありがとうございます。あのドラマの方ではちょっと脇役で主役になれなかったんで、今後世界に進出したいという夢があるんで、この世界にどんどん拡大していってるブレイキングダウンの舞台でちょっと主役張らせてもらってというのを目指して今回やってきました。大阪から来ました小峰正弘です。ここのちゃんこ版とか、この餃子耳とか、いろいろ大きい人と自分よりでかい人に、格闘経験のない僕がどこまで、通用するのかっていう思いで来ました。よろしくお願いします。二人スパリングできます、今から。はい、あ、じゃあ準備お願いします。はい、出ます。二人の勝者の試合です。しゃあ、はい、行きます。はい。はい。
くそだ。2つ、ダウンダウン。さあ、はい、や。じゃあ、あの試合決定でお願いします。どうか、聞いとるか。待っとけ。待っとるか。あ、待っとけ。消えんなよ。いやいや。まあ、演技より格闘技のが簡単かなと思ってるんで、1ヶ月でしっかり仕上げて。面白い試合見せます。よろしく。アメフト？もともとやってる、はい、そうで。で、同じ、まあ、フィールドスポーツなんで、もうガチンコで、もうやりやりたいと思います。スマッシュ！シャー！ふぅ！こうですね。大きくて、こう丸い人って、まあ、僕普段アメフト選手なんですけど、アメフト選手もいっぱいいるんで、なんかそういう視覚的な怖さとかはないので、ロシアンフックでワンパンス。よろしくです。よし。ザナ。ザナとは世界でも大注目の国内ナンバーワン Web3 メタバース。誰でも簡単にアバターやゲームが作れて稼げて出会えるアプリザナ。逃走中、ウルトラマン、鉄腕アトム、地方自治体や大学にも採用されているザナ。なんと今回ブレイキングダウンの土地を限定販売。有名選手たちが集まるエリアのオーナーになれるチャンスを見逃すな。全ての人にもう一つの居場所ともう一人の自分を。ザナ。前回大会はね、韓国との対抗戦行いましたけど、今回より範囲を広げて世界中から腕に、覚えがある選手たちが来日しているということです。まずはこちらの方々に登場していただきましょう。どうぞ。はい、今回海外勢の代表としてピーターズさんとアーネスト・ホーズさんが、選手を連れてきてくれました。2人から一言お願いします。Last time Akiyama make Korea versus Japan. Now arrange some fighters from Europe, some street fighters to fight the Japanese.So, let's go. I'm glad I'm here, and I'm glad to show you what I have to do and what I can do. So be prepared for that. But some guys for some, but not the guys who go to school and did nice things. The real of the street is guys.じゃあ、あのアーツさん、ホーストさん、一組目呼んでいただくことできますか。はい、よし、ナイス、コム、ナイス、カモン、チェック。ひな壇舐められてんじゃないの。 Where's Yuma?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 
12人気やめとけ。Stop. Okay, guys, enough. Oh, hold on. Come on. じゃあ自己紹介お願いします。I'm Sam. I'm Italian, fighting out of Megiddo Gym, Amsterdam. Yeah, I'm just here to put on a show, be aggressive, show some violence. So let's get it. My name is Jonas Adriaanse. I'm a Dutch kickboxer. I'm not gonna waste my words on this clown. I'm gonna let my fist speak for me. お前なんで俺さっき喧嘩売ったんや。なあ、おい。まあ俺に喧嘩売ったよな、さっき。What you wanna do, man? 俺に喧嘩売ったよな。手出してんじゃねえ。おい、絶対忘れねえからな、おい。おい、お前よ、お前、俺に喧嘩ってやな、さっきよ。なあ、おい。俺に喧嘩ってやな。来い。俺に喧嘩ってやな、さっき。俺、見方ないけ。こいつ今らしくねえか。今。お前、今できんのか？おい、ファイトな。お前、今やるぞ。分かったか？Of course, bro。何よ、オフコースって。知らねえ。もちろん。オフコースぐらい分かんねえとやべえぞ。分かんですよ。じゃあ準備してもらえますか、後ろで。He's dressed like a tiger, tiger or not? He's dressed like a tiger. 俺も海外人でやりたいですよ。Yo, Sam. Me? Sam. You wanna fight me? Hmm? You wanna fight me? Let's go.Easy money, easy fight. The guy's scared, the guy's skinny. Yeah, it's gonna be an abuse, I swear. I'm gonna destroy you. Woo! Let's go. 普通に多分体見る感じ、身体能力めっちゃ高いと思うんですよ。なんで、もう本当どっちの方が身体能力高いのかっていうのも一番自分の中で楽しみではあるかもしれない。まあ、スピードと、まあ、バネと、まあ、この能力でいじめ倒したいとは思ってます。だからひたすらもう殴り続けて勝ちたいな。じゃあ一旦止まって歳三の試合を先にやります。いや、なめんねー。
頼むよ、マジで。Ja, man ist. Lös in Motel. Lös in Motel. Dann vollgeven, maar niet zijn, man ist. Kannst du das sagen, Maria? Ich geh. Alles ja. Gleich overtuigen. Gehen auf je Porsche. Let's go, let's go. Hey, Rosso. Ich geh nicht mehr sagen, geh nicht mehr. もう一ラウンド。もっとコンパクト。相手カード広い。1分です。延長1分。俺も海外人やりたいですね。団地のあれがいい。トスオ君とやる。もしトスオがもし万が一負けたらそいつとやろう。そいつと。やろうよ。倒すか倒されるか。Bro, I'm gonna win. 俺は絶対勝つ。よな。空手の時から結構海外行ってて、中3の時からヨーロッパも何回か行ったことあって、なんで海外の選手やるの僕結構好きで、ブレイキングダウンの舞台でも海外勢とやるのめちゃくちゃ楽しいです。まあまあでも1分もその殺傷能力みたいなのは間違いなく僕の上だと思ってるんで、まあ判定では決着つけさせるつもりないですね。もう悶絶させようかなと思います。And I had to fight like immediately, so it was kind of a hurry. Well, he was fast with his punches, but there was not much power in it. So I won in strength and condition, because after one round he was, kind of done. Dutchman, August, we're gonna have a match. Obviously, I'm gonna win. I don't care how much you train, where you are, what you did with your karate. You're going to sleep, and I'm gonna prove it to you. So we'll see you in August.まあルールなしでやるっていうんだったら、俺もグローブなしでここで喧嘩できるから。
Today we fight in the garage, yeah? Never fought street fight. I see your face. You never fought street fight. No gloves. No touches.次の方が、なんとすごい人ですね。なんでここにいるんだろう。Yeah, if it is possible, I want also to participate in this. This is not it. We have more stronger fighters from Europe. ちょっと俺と本戦組んでもらえないですか。死ぬぞ。8月26日開催ブレイキングダウン9本戦会場観覧チケットは概要欄コメント欄リンクから。ペーパービューチケットは17日より販売開始。さらにブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。こちらもぜひチェック。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意しておりますので、まずは資料だけでも概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン9は喧嘩道のほか、ザナ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。